本日はマポ主催オンラインセミナー、金型表面温度の熱管理を要因にサーモグラフィックでかなえるダイカスト製品品質の安定化をご聴講いただきまして、誠にありがとうございます。お時間となりましたので、早速始めさせていただきます。 本日のセミナー内容は本スライドの内容で50分程度、残りの10分を質疑応答の時間として予定しております。実例を交えてお話しさせていただきますので、お客様の日々の課題解決の一端となればと存じます。ご質問に関しましては、随時、ズームのコントロールバーにございます Q&A よりご質問内容をご入力ください。 チャットの方にご入力いただいた場合は、ですね見逃す可能性がありますので、Q&A のご利用をお願いいたします。また、回答に関しましては、最後の Q&A セッションで回答をいたします。ご参加いただいている皆様の音声や映像、質問内容は、他の参加者様には伝わらないように配慮しておりますので、ご安心ください。 また本セミナーに関しまして、最後にアンケートを用意しております。セミナー終了後に、ですね、ぜひアンケートの回答にご協力くださいますようお願い申し上げます。本日のセミナーは、マーボス株式会社、MMS 技術開発グループの豊島がお話しさせていただきます。 簡単な経歴としましては、2013年の入社からサービスエンジニアルを経てまして、プレス、鍛造、ダイカスト加工向けのモニタリングシステムの技術や販売のサポートを担当しております。それでは最初に簡単に弊社、マーポスについてご紹介をいたします。 マーポスはイタリア・ボローニャに本社を持つ精密検査測定ソリューションを提供します、総合メーカーです。1952年の設立以来、各種検査・測定機器をワールドワイドに展開をしております。マーポスの日本法人でありますマーポス株式会社は、1970年に設立をされまして、今年で創立54年を迎えております。 また現在では世界34カ国80カ所以上に拠点をおしましてお客様の製造現場のサポートをしております。また M&A によりまして現在まで30社をマーポスのグループ企業としてグループとしております。これによりまして計装機器にとどまらず業界を超えて様々な製品をラインナップに加えましてお客様の課題解決に最適な ソリューションを提供しております。次に本セミナーのポイントに関しまして、えー、簡単に、えー、お話をいたします。で本セミナーでは、ですね、えーまあ、現在、ダイカストマシンをお使いで、えーまあ、製品を実際に生産されているユーザーさんは、もしくはダイカスト関係の ビジネスををされてている方を対象としておりますで、その中でもですね、えー、メガキャスティング、ギガキャスティングのトレンド、えーま、顧客要求の高まりから、えー、大カスト工程のです、ね、工程管理というものを行いながら、えーま、生産性を高めたモニタリングであったり、えー、製品の生産というのは求められている現状はありますけれども、ま、そういった中でどのような手段があるのかというところですね。 あとは、えーまあ、現状、型音の,の管理というのをやられているという形で、えーまあ、何か、えー、それに関して課題を感じているであったりとか、あとは型音の管理によって、トレーサビリティの改善であったり、コストの削減といったものに、えー、取り組みたいとお考えの方ですね。そういった場合で、えーまあ、どのように改善すればよいのかという観点に関しまして、えー、お話というのをしてまいります はい、またこれから、えー、お話ししていく中で、ですね特に重要な、えーまあ、ポイントを押さえていただきたい、えー、点というのは、ですねここに、えー、3点、えー、挙げてありますけれども、まあ、1つ、そのダイカストの型温の管理によって、えーまあ、その製品の不良ですね、いろいろな不良というのはありますけれども、まあ、その削減が可能になるという点が1つですね、であとは、えーまあ、そのダイカスト型の表面温度ですね、表面の温度をモニタリングする。 ことによってまあ安定した工程管理というものはえ実現できるという点が2つ目です。でもう1つは、その型温の管理によって捨て打ち回数のえまあ削減であったり、サイクルタイムのまあ短縮ですね、まあ、そういったところがえ実現できるということで、機械稼働率ですね、そういったところを向上させることがえできるようになると。 い、えー、った3点ですね、あのーまあ、押さえていただければ、えー、幸いに思います。はい、続きましては、えーまあ、皆様も、あのー、ご存知かと思いますけれども、えー、そのメガキャスティング、ギガキャスティングと、えー、のトレンドについてですね、あのー、簡単にお話を、えー、いたします。 現状ですね、えーまあ、そのメガキャスティングというキャスティングと呼ば、えー、れているものがありますけれども、まあ、その対象となってくるのが、えーまあ、ワークとしてはその自動車のボデ、えー、ィーパーツだったりですね、まあ、いろんなパーツとなってくるわけですけれども、まあ、主に、あのー、しているのが、えー、北米であったりですね、えーまあ、ヨーロッパ、あとは中国とかいった、えー、マーケットになっております。 でそのいずれもですね、えーまあ、そのメガキャスティング、ギガキャスティングでの、えー、マーケットというのは、ですね、えー、2030年にあの向けてですね増加、ま、していくあの見込みであると、えー、いったことはです、ねまあデータからあの出されているという現状がございます。今、は、日、い、はですね、えーまあ、皆さんもご存知かと思うんですけれども、すでにあの えー、EV の、まあ、量産車というのはですね、こういったメガキャスティング、えー、ギガキャスティングというのを使用して生産をされているというのが、まあ、現状があるというところですね。であのーまあ、その北米の、えー、有名な電気自動車の,あのメーカーであったりですね、あとは、えー、最近ですと中国の、えー、自動車メーカーの方からもですね、あのー、いろいろな車種がですね、もうすでにメガキャスティング、うん、ギガキャスティングのを使用して。 あの試作だったりですね、まあ、量産というのをされているということで、いろいろなあの車種がですねもうすでにあの展開をされているとい、えー、ったところがございます、はいで。こういった車種ですけれども、えーまあ、これからですいろいろな生産技術の改良によって、えー、変わってくるかもしれませんけれども、あのボディの,、えー、そのフロアのアンダーのーですね、そちらの方というのが、 えー、まずフロントアンダーボディという箇所とですね、あとは、えー、バッテリーケースと、あとリアアンダーボディと、まあ、あのその、えー、3つからですね、基本的に構成することが可能になるとい、えー、ったところがありますで。一般論としてですけれども、えーまあ、部品定数が非常に、まあ、あの削減がされるとところですね、あとは車体がまあ軽量化であったり、えー、生産の低コストが、えー まあ低コストが測れると。あとは、生産効率をえ改善する。あとは、ボディ剛性が高まるといったところですね。あとは、スポット溶接のえ箇所が大幅に削減されるといった点ですとか。まあ、そういったいろいろなメリットが、一般論としてあるというところですね。で特に、アルミダイフカストというのは、昨今増えていますけれども、軽量化であったりですね。あのまあ強度に バランスに優れるといった点であったりとか、まあ、あとは業コストが安い、汎用性が高いといった点ですね。まあ、そういったところであの増加していると、えー、いったものがあります。先ほどのパーツ以外にもですね、えーまあ、大型のダイ、えー、カストで生産されているパーツというのは、えー、ありますけれども、まあ、例えばショックタワーであったり、えー、クロスメンバーであったりですね、えー、そういったパーツ、大型の 大きなパーツというものも、えーまあ、メガキャスティング、ギガキャスティンだとですね、あのーまあ、3000トン以上であったりですね、まあ、6000トン以上と、まあ、そういった大型のマシンになってきますけれども、まあ、こういった、えーまあ、トレンドがですね、あのメインになってくるというところが、1つ、まあ、EV に関してはですね、あるというところがありますので、まあ、日本の、えー、自動車メーカーでもですね、えー、昨今、設備の導入がいろいろと進められているという現状にあのなっているところですね。 続きましては、えーまあ、ダイカスト工程での、えー、で型音の管理というところでですね、少しお話を、えー、いたしますで。ダイカスト製品の、まあ、製品品質と,、えー、ということでですね、あのまあ、その中においては、まあ、その製造工程のまあ安定性というところは非常に重要になってきますけれども、まあ、あの現在の えー、その体価格の加工工程、生産工程においても、ですいろいろな、あのーまあ、回路というのがなされる中でも、まあ、その多数の、まあ、不良品というものがですね、あのーまあ、生産されるという、えーまあ、現状が、えー、あるというところですね。これに、えーまあ、起因してくる、まあ、影響を与えてくるというものがその,その理系材であったりとか、金、え、型、ー、の。 まあ、用途の、えー、金型ですとか、あと用途の温度であったりとかですね、イカストマシンの状態であったりとか、まあ、いろいろな、あのー、パラメータっていうのが影響してはきますけれども、まあ、そういった中で、ですね、あのーまあ、品質要求っていうのは厳しくなってくる上でえで、ー、その型温の、えー、管理っていうものですね、まあ、そこも、あのー、非常に重要なあのものになってくるというところがございます。 えーまあ、写真でですねあの少しご紹介していますけれども、まあ、そのダイカストの製造工程において、ですねあの、まあ、代表的な、えー、不良と呼ばれるものに関してですけれども、まあ、そのうちわであったり、えー、焼き付きとかですね、えーまあ、ヒートチェックであったり、えー、チュースだったり、秘訣だったりですね、えー、クラッキングとかですね、いろいろなあの問題というのはありますけれども、まあ、これがあの、まああのー、その金型の型音がですね、 まあ低すぎるであったり、でまあ逆にですね、高すぎるであったり、まああとは、えー、まあその用途の温度が低いとか、ですね、えー、とガス抜きが、えー、不良とかですね、まあいろいろなあのー、ものがまあ原因と、えー、されますけれども、まあその金型表面温度が、えー、まあ不安定であるという場合ですね、まあそういう場合には、その金型の、えー、まあ寿命ですね、金型の寿命をまあ短縮。 えー、させる原因にあのなってしまったり、まあ、サイクルタイムを伸ばす原因になったりしまったりですね、あと、無駄な、えー、生産コストがかかってしまったりですとか、まあ、そういったあのデメリットというのはありますので、まあ、そこをですね、型音の、えー、管理によって改善を、えー、していこうというお話ですね。はい、一般的にですね、型、まあ、音の管理として、 えー、用いられているのがですね、えー、まあ、その体の内部に、あのー、まあ、熱伝対をつけてですね、あの、計測をする手法であったりとか、えー、あと、ま、このハンディのタイプのものですね、えっ、ー、と、そういったもので、えー、まあ、散発的に、あのー、肩を、まあ、表面をですね、計測するというものがありますけれども、まあ、その、えー、ちょっと表示しているものはですね、あのー、その、 まあ、金型の、えー、温度の、えー、グラフになりますけれども、例えば熱伝対のものですと、えーまあ、表面温度とですね、あのーまあ、少し、えー、深い位置にありますので、その表面温度とは少しですね、あの乖りがあるとい、えー、った形に、あのー、どうしてもなってきてしまうというところがあります。であと、まあ、ハンディのものですと、えーまあ、片尾の全部が、あのーまあ 見るっていうのはなかなか、えー、と難しいというところですね。であとは、えーまあ、マイストローク、えー、全ショットですね、えー、全ストローク継続していくっていうのはまあなかなかあの、まあ、難しいという、えー、ところになってきますので、えー、この表面温度をですね、あのーまあ、全体の表面温度っていうのを取れると、まああのーまあ、いいということにです、ね、あのなってくるというところです。 はい、ここもですねあのポイントとなるところが、えーまあ、あるんですけれども、一、まあ、つですね、あのーまあ、そのダイカスト製品の、えー、多くの不良というのは、まあ、その型音に、えーまあ、気にしますよというところですね。あとはですね、えーまあ、そのダイカスト工程の、えー 種類にもちょっとよりますけれども、理系材のトフになりますので、そこがですね生産サイクルの中で一つ長い工程とありますので、ここが短縮できると、サイクルタイムというのが短縮効果が得られるというところがあります。あともう一つは、ですねその金型の寿命カマーナ型の保護ですね、温度差というのは えーまあ、一般論としてですけれども、まあ、大きくなると、金型の寿命というのはあの短くなる、えー、可能性がありますので、まあ、そこをです、ね、常にモニタリングしておくと、はいいというところですね。で常にそのスプレー、えー、リケーザンスプレーと、えー、その金型の、えーまあ、温度の分布というところですね、まあ、そこが常にあの最適な状態かどうかというのを、えー、確認しておくことが、えーまあ、重要になるとい、えー、ったところですね。 ここまでですね、金型の片尾の管理のメリットだったりとかですね概要についてお話をしてきたんですけれども、ここからですね、弊社のダイカスト金型の表面温度のモニタリングシステム、TTV という製品がありますけれども、そちらについてですねお話をしてまいります。TTV という製品なんですけれども、 トータルサーマルビジョンの,、まあ、あのちょっと略称になっていまして、基本的なレイアウトとしてはですね、えーまあ、その赤外線の、まあ、サーモグラフィックカメラというものを、えーまあ、搭載しました、えー、専用の、まあ、カメラですね、れイカスト工程専用の、まあ、カメラと、えーまあ、それをつなぐ専用の、まあ、コントローラーですね、まあ、そちらとを接続したあの、まあ、ものになっています。 でこの赤外線カメラを、まああのー、使用することによって、まあ、そのダイカスト金型の、まあ、表面のですねあの、いわゆるサーマルマッピングというものは、まあ、可能にあのなるというところです。で金型の温度を、まああのーまあ、見ていきますので、まあ、これによって、まあ、製品品質ですね、まあ、製品品質であったり、えー、ダイカスト加工中の、まあえー 理経済スプレーの工程を最適化したりですね、えー、製品のトレーサビリティと,としてまあ活用したりですね、そういった使い方をしていくとい、えー、った形になってきます。で、ここで、あのーまあ、ご覧いただいているようにですね、あのーまあ、固定型と稼働型と、まあ、ありますけれども、えーまあ、運用方法、いろいろとあ,のありますけれども、 1>, 1台のカメラは固定型、1台のカメラは可動型という形で、あのー、まあ設置をして、ですね、あのー、まあモニタリングしていくという形になります。どちらかあの1つでもあの全然構わないですけども、まあ、固定型と可動型、あのー、まあ両方見たい場合はこのような形にです、ね、あのなってくるということですね。実際にあのちょっと写真で <laughs> ご紹介していますけれども、まあ、こういった えー、カメラを取り付けた場合です、ね、の運用例としましては、だいたいこのような、えー、形に、あのー、なってくるということです、ね、固定型と、えー、角型、まああのー、カメラによって、えー、撮影していくという形になってきます。はい、いろいろなダイ、えー、カストアプリケーションがありますけれども、まあ、高圧鋳造、低圧鋳造、重力鋳造と、えーまあ、大きくあの3つありますけれども、まあ、いずれの あのー、アプリケーションでもですねあの対応というのをしております。え特に、あのー、これからですね高圧鋳造のアプリケーションでちょっとご紹介というのをしていくんですけれども、まあ、あのこちらですと、えーまあ、カメラの台数というのはです、ねまあ、2台から、えーまあ、いわゆるギガキャストですと、金、ま、体、あ、も大きいですので、あのカメラ台数というのはその8台まであの接続して、あのモニタリングしていくという形になっていきます。 あと、撮影回数としましては、理系材スプレーの前後ですね、スプレー前と、スプレーした後とそこで,ですね2回、画像として取得していくといった流れになっていきます。あとは、低圧中蔵、高圧中蔵、ごめんなさい、重力中蔵もですね、あのまあ最適なタイミングで撮影というのをしていくという形になります。 でえー、こちらの方はですね、あの使用しているまあカメラの、えー、詳細になるんですけれども、えーまあ、そのダイカスト工程というのは、ですね、まあ、非常にあの、まあ、簡単に言ってもいろいろな振動であったりとか、ですねいろんな条件がですねあ,の、まあまりいい環境とは言えないところがありますので、まあ、そういった環境でもですねあのお使いいただけるように、ですね、えーまあ、特にそのダイカスト工程に特化したあの設計という形になっています。 でカメラレンズの方ですね、あのゲルマニウムレンズというものを使用しています。例えばですね、あのまあ、このカメラレンズっていうところにそのアクリルであったり、まあ、そういったところをです、ねあのまあ、使用してしまうと、ですね、IR パワーっていうところがです、ねまあ、その減衰してしまったりです、ね、反射を起こしてしまったりっていうのがありますので、まあ、そのゲルマニウムレンズですと、減衰せずにですね、あの目的の対象物っていうのを、えーまあ、見ることができるといったところがあります。 あと、まあ、そのカメラケースですね、あのケースにあのカメラが入っているという形になっているんですけれども、まあ、このカメラケースの中ですね、その内部では、ですねそのエアーをちょっと回してまして、でそこにですねあの温度センサーだったり、あのまあ、加速度センサーがついているんですけれども、まあ、そちらの方でですねあの冷却システムというのが入っていますので、 いろいろなセンサーからの情報をですね、まあ、センシングしながら、まあ、常にそのカメラなケース内部の温度ですね、まあ、そちらの方が常に最適な、えーまあ、状態となるようにですね、まあ、温度は上昇していかないようになったりとか、まあ、そういったところですね、常に最適な状態になるようにですね、まあ、コントロールをですね、まあ、常にあのやっているというものになっています。でまた画像を取得する。 以外ですね、その理系材の前後以外ではですね、そのシャッターっていうのはちょっとあるんですけども、まあ、そちらの方は閉じておいて、画像を取得するときだけですね、そのシャッターっていうのをオープンにして、まあ、その撮影っていうのをですね、行うことで、そのレンズの、えーまあ、汚れですね、まあ、そういったところを軽減するあの構造っていうのになっていますで。同時にですね、そのシャッターが解放するときですね、解、まあ、放するときにですね、そのレンズの え周辺のですねちょっと穴があるんですけれども、まあ、そちらの方からですねあのエアーっていうのを吹き出して、まあ、このエアーカーテンですね、まあ、エアーカーテンといいますか、まあ、ここからですねエアーを出して、このレンズがですね、まあ、汚れないように、あのー、するようなえと構造になっています。一般的にですねそのダイカストの環境というのは非常にあの振動だったりです、ね、油炎というのはありますので。 そこに対応するべくですね、そのカメラのケースですね、そこの設計というのは非常に堅牢な設計になっているというのが一つポイントとしてございます。高圧の大カスタの場合ですけれども、このカメラがですね、先ほども申しましたけれども、固定型と可動型ですね、計2個があってですね、あとはその金型の寸法であったりとか、その金型の えーまあ、形状の複雑性といいますか、まあ、そういったところによって、その個数、カメラの個数ですね、あの、がまあ増えてあのいくという形になります。で、最大でですね、あの、まあ、8台の、えー、カメラをですね、まあ、1台の、えー、システムであの同時に接続してモニタリングあのするという、えー、ことができるようにあのなっています。 であとそのカメラをですね、まあ、接続するコントローラーというのがあるんですけれども、まあ、こちらの方がですね、こういった工業用の、えー、専用の Windows ベースの PC というものになっていますで。先ほどのカメラの信号ですね、ケーブルというのもこちらに接続して、で専用の アプリケーションでですね、あのリアルタイムなカメラ映像の表示であったりとか、えー、その理系材の前後の方の画像ですね、まあ、そういったところを取得したり、あとはモニタリングしたいエリアっていうのを決めることができるんですけども、まあ、そこのエリアの設定だったりですね、で決めたエリアに対して、であとは温度、えー、リミットっていうのをつけられますので、まあ、そこの設定をしたりですね、というのをこちらのコントローラーの方で実施していくという,、うん、ということになります。 でそのマシン側との、えーまあ、通信に関しては、イ、えーサネット IP であったりですね、まあ、パラレル IO と、えー、そういったところにはあの対応しております。はい、あと、コントローラーに関しましては、あのまあ、いろいろなあの取り付け方というのはありますので、まあ、実際にです、ね、あのどういった形状が、まあ、使いやすいかとかですね、まあ、そういったところであのいろいろなタイプというのはお選びいただけるようにあのなっています。 で実際この、まあえー、デスクの上にです、ねまあ、置いてあの使用するのようなタイプであったりとか、えーまあ、こうアームの、えー、形状のものですね、まあ、こういったものであったり、あとは自立式の、えーまあ、スタンドのものにつ、えー、いているようなパターンであったりとかですね、まあ、いろいろな、あのーまあ、形状に、あのー、対応をしております。でこちらの はコントローラーの、えーまあ、ソフトウェアといったところになってくるんですけども、まあ、実際ですね、えー、こういった形で、えー、その片方の画像ですね、こちらの方はですね、を見,る見ていくとい、えー、った形にあのなっていきます。であのその、えー、ソフトウェアの方で,です、ね、ここのページですと、えー、左上と、えー、左下、と右上と右下にですね、その片尾の、えー、画像っていうのが出てくるという形になっています。 左上の方がまあカメラの、えー、1番、えー、カメラ1番のスプレー前で。左下カメラ1番のまあスプレー後とで。右の方がカメラ2番のまあスプレー前と、えー、スプレー後といった形ですね。まあ、そういった形で、ですね、あのそれぞれのカメラの、えー、画像っていうのをです、ね、ここに、あのー、サイクルごとにですね、あの出していくような形になっていきます。でそ横にですね、あのー、数字が書いてるんですけれども、まあ、その型音に対して、 のまあ温度ですね。ここの画像に対して、これからいろいろなあのそのモニタリングしたい範囲っていうのを設定をしていくんですけれども、その設定した範囲のまあ温度というのが何度でしたよという形で、ですねあの温度の表示というのがなされていくという形ですね。その実際測って計測、えー、された温度に対して、えー、まあそのリミットですね、あの上限と下限にリミットというのがつけられますので、その温度のリミットから 出ているとか、ですね、まあ、温度のリミットに入っているとかですね、まあ、そういったところが見られる、えー、ようになっていますで。その画像の下の方には、ですね、えー、ちょっとグラフのようなものが、えー、とあるんですけども、まあ、そちらの方はそはトレンドと呼んでいるものになってまして、まあ、各そのエリアですねその,各エリアの、えー、温度の傾向というのがまあどういうふうにあの時,系列時系列的にですねあのなっているか。 というところをです、ね、あのグラフとしてあのまあ表示あのしていくというのもありますので、まあ、そこちらの方です、ね、こちらのページのほうではあの表示をしているものになっております。はい、ライブページと、えー、書いてあるんですけども、まあ、こちらのほうはです、ね、そのリアルタイムに、あのーまあ、そのサーモカメラのほうですね、そちらのほうの映像をです、ねまあ、常にあの表示している。 えものになりますので、まあ、リアルタイムに型温、えーまあの状態というのはです、ね、あの見られるというものに、あのー、なっておりますで。このようにですね、あのーまあ、エリアの設定というのがこう、まあ、ありまして、あとは実際、カーソルをまあ置いた場合、ですねそのカーソルを置いたところの温度というのはあと表示されたりですねあのそういうこともできますので。 カメラ1とカメラ2ですね、それぞれのリアルタイムの温度っていうのが常に表示できるといったところになっています。あとは2のタイミングでですねあの、画像として取得したいよと、保存したいよという場合はですね、こちらの方で保存するといったこともできるようになっております。 あとこちらの方では、えーまあそのまあ、カメラで,です、ね、あの見ている画像っていうのはありますけど映像がありますけれども、まあ、そこにどの部分を、えー、見たいのかというところですね、その方々の中でも、えー、どの部分を、えー、モニタリングしておきたいのかというところをあの決めるような、えー、ところになっていますので、でここの、えー 設定したい数というのが現状あの20箇所まであの最大であの設定できるようになっていますので、まあ、こちらのほうで,です、ね、あの金型のどの部分があの見たいポイントなのかというところですね、実際にこ,、えー、この枠がです、ね、あ,のありますけれども、まあ、こちらのこういった形で,です、ねあのー、まあ温度、見たい箇所の温度の範囲っていうのを設定していくといった形になります。 であと、もっとズームアップしたいよとかですねあの、もっとここだけ見たいよっていう形のですね、まあ、デジタルズームっていうのもありますので、であとは、えーまあそのま、例えばマスターみたいな画像があってですね、まあ、マスターがあって、それとの比較でですね、あの見ていくような、えー、機能っていうのもですねあ,のあります。であとは、えー、こちらであの設定した範囲に対して、えー、上限と下限ですね、 まあ上限と下限のまあ温度のリミットですね、まあ、こういったところを設定をしていくといった形になりますので、でこの設定した温度から、モニタリングした温度っていうのが、いずれかの方向にです、ねまあ、出ると、機械側の方に信号を出力して、機械側の方ではまあ設備を一回停止したりですとか、まあ、何かアラームとして表示したりですとか、まあ、そういったあの処理っていうのをしていくと。 えーまあ、そういった形で運用していくという,ような形ですね、はいで。こちらの方はですね、ええー、トレンドと呼ばれるものになりますけれども、まあ、先ほども少しご紹介したんですけれども、まあ、その各、えー、監視エリアですね、あの見たい、えー、温度のエリアと、と、えー、そちらの,方の、えーまあその長期的な傾向というものをですねあの表示。 プロットしていっているというようなものになりますけれども、まあ、各エリアの、えー、それぞれのです、ねえー、温度の,、まああの長いスパンで,です、ね、きょう1日の、えー、傾向であったり、まあ、1週間の、えー、傾向であったりです、ねまあ、そういった長いスパンでの、えー、目的の多、えー、所の温度ですね、まあ、そういったところの傾向というのをこういったグラフであの表示していくといった形になりますで。これによって何か、まあ、傾向が、えー、その部分はあるのか。 ですね、逆にあのその分は何もないけど、こちらの方は何か、えー、温度の傾向が、えー、あるとかですね、まあ、そういったところを見ていくとい、えー、ったものになりますので、えー、逆にここのトレンドのです、ねえー、この部分の 画像が見たいよという場合ですね、まあ、ここで何か変化点があって、ここで見たいよという場合ですね、まあ、これ選んでいただくと、まあ、その時の画像というのはですね保存されてますので、あのその画像を読み出して、じゃ実際に画像はどういった形で、あのー、出てたのかと、えー、そういったところを見られるように、あのー、なっております。はい、でこちらの方は、 えまあ保存されている画像のデータですね、あのコントローラーの方に基本的にその画像というのは蓄積がされていくんですけれども、あのそちらのほまで画像を呼び出して、ですねあの実際どういった温度になっていたか、どういった画像がえ表示されていたかと、そういったところをあの見ていただくあのようにあのなっています。はい、あとこちらの方はです、ねえー、まあその比較ですね。 えー、比較をするようなちょっとページになりますけれども、あのーまあ、例えばですね、あのー、そのまあ理想的な片尾の状態ですね、理想的な片尾の状態のものをまあマスターとしてですねあの登録をしておいて、それとあとは今の現状の方の画像ですね、まあ、そちらの方を比較していって、まあ、どこに差があるのかですね、まあ、そういったところを、あのー、見られる、あのー、ようになっていますので、まあ、この部分は差があるけど、まあ、この部分はえ差がないとかですね、あのそういった 最後ですねあの見ていくようなページになっています。はい、であとは、えー、まあこちらの方はですねあのー、まあそれぞれのあのー、温度のエリアっていうのはありますけれどもまあそこそれぞれのですねあの温度のエリアでまあどちらの えー、リミットを外れたかとかですね、あとは、えーまあ、どういったエラーがあの発生していて、あのまあ、どこの部分で,です、ね、あのアラーム、何回アラームが出ているとか、まあ、そういったところの,あのカウントしたりですね、あのまあ、そういったところの傾向もですねあの見られるあのようになっています。あとはそのカメラの内部の、えー、温度の状態であったりとか、ですね機械との相応の状態であったりとかですね、そういったところを え見ていただけるあのものになっています。はい、あとこちらの方では、えー、まあその期間をですね、あのデータの蓄積っていうのはコントロールされますけれども、あのまあそちらの方でですね、あの、まあ、例えば何月何日からえー、何月何日までの期間をですね、まあ指定して えー、その中で、まあ、良品の画像と、まあ、例えば不良品の画像を相当す,、ねまあ、することによって、あのーまあ、どこに、えー、いつ、まああのー、NG が出て,ているのかとい、えー、ったところをです、ねあのーまあ、簡単に表示するように、えー、したいですとか、まあ、その,時です、ね、あのじゃは実際の製品は あのーまあ、どうだったよとかですね、まあ、そういったところをまあ関連付けてですね、あのー、見てあのいただけるような、えー、ページに、あのー、なっているというところですね。はい、そういったまあデータがですね基本,的に基本的にそのコントローラーの方にです、ねあのー、まあ保存されていくと。 えー、言った形になっているんですけれども、あとはですね、あのまあ、サーバーとです、ね、あのネットワークであのつながっていて、まあ、サーバーの方にです、ね、あとデータの方は全部、えー、吐き出して、あのサーバーの方に保存してしまうとかですね、まあ、そういったところもできます。あとは、えーまあ、そういった温度の画像であったりですね、えー、そういったレポートだったり、ね、まあ先ほどのトレンド。 まあそういったものをですね、まあ、PDF だったり、Excel だったりですね、まあ、そういった形であのもう出力あのするっていうこともあのできます。あとは、えーまあ、先ほども、えー、少しあの言ったんですけれども、まあ、機械側とです、ね、あの通信をすることによって、えーまあ、何かあの信号を出して、えー、スプレーの音程をですね、あの 何かあの短縮するとかですねあの、他の付帯設備だったり、まあ、そういったところをですねあの何か信号のやり取りをして、あの常にあのサイクルを変えたり、ですねあの最適化するような、えー、状態にするとい、えー、ったところもあの可能と、えー、なっております。はい、であとはですね、えーまあ、この コントローラーの方はですね、Windows ベースの,あのものになってますので、あのまあ、例えば、えー、リモートでですね、あのネットワークにあのつながっていて、まあ、そちらの方をですね、弊社の、えー、方からですね、まあ、オンライン形式で、えー、サポートさせていただいたりとか、であとは、えー 他の国のですね、えー、設備、ダイカスト設備にも、えー、TTV がついてるですね、まあ、そこの、えー、システムですね、まあ、リアルタイムに、あのー、接続っていうのをして、あのーまあ、現状の、えー、状態があのどうなっていくか、えー、そういったところをまあリアルタイムにですね、あのー、確認するといったところも、えー、できるように、あのー、なっています。あとはいろいろな えー、バージョンのシステムというのはあるんですけども、まあ、そういったところもですねあの共通してあの接続あのできるようになっていますので、まあ、そういったいろいろなシステムからですね、まあ、情報というのを収集して、えーまあ、こういったあのソフトウェア上でですねいろいろな先ほどのようなトレンドを表示したりですとか、えーまあ、画像をです、ね、あの読み込んで表示したりとか、ですね、まあ、そういったところの、えー、ネットワーク接続、まあ、そういったところにも対応しているとい、えー、ったところになります。 はい、ここまで,です、ねえー、そのカメラとです、ねまあ、コントローラー、えー、を目に、ね、ご紹介をしてきたんですけれども、あのーまあ、特徴というところが、ねえー、一つ、えー、挙げさせていただいてますけれども、まあ、そのカメラのほうですね、まあ、一つポイントになるのはそのカメラとい、えー、ったところになりますいろいろなです、ねえー、これまでの,あの弊社の、えー、ノ,ノウハウというのは 詰まった設計になっていますけれども、一、まあ、つその堅牢な、まあ、カメラケースの設計というのも一つあります。あとはそのゲルマニウムレンズというところですね。それを採用することでその IR パワーというのを減衰をさせないようにすると。より、まあ、細かくですねあの見ることができるようにするという点ですね。だからそののカメラケースの 中にですねあの内蔵の冷却システムっていうのも搭載していますので、またそのエアーカーテンですね、あのそういったところをえ搭載していますので、まあ、常にあのカメラの方はですね、あの最適なあの状態で撮影、画像の取得っていうのはできるようにあのしているあのカメラシステムになっているっていうのは1つあのございます。 であとは、えー、いろいろなダイカストのアプリケーションですね、あの対応していますので、で最大で8台の、えー、カメラまで、えー、その1つのコントローラーの方に接続することができるっていうのは1、一つポイントになります。でこれで、あのまあそのえー、昨今のギガキャスト、メガキャストですね、そちらにも対応しているという形になっていますで。あとはですね、そのエリアの設定っていうのはあるんですけれども、まあ、現状ですね、その20箇所まで、えー、モニタリングエリアの設定っていうのは可能になっています。 でこれはですね、あの40箇所に拡大を、まあ、ソフトウェアの更新でですねあの予定しているというのが一つあります。あとはいろいろなあのネットワーク接続というのに、昨今いろいろありますけれども、まあ、そこでですねあの対応していて、リモートでモニタリングしたりですね、まあ、そういったところにも対応しているという点になっています。あとはそのカメラケースだったりですね、そのコントローラーというのもですね、まあ、一体で あの設計、開発というのをやってますので、ああ例えばソフトウェア何か,かえ改良してほしいとかですね、そういったリクエストもこれまでにいろいろいただいたりとかあのしましたので、そういったところもですねあのそのユーザー様のリクエストに合わせていろいろ改良していったりですね、そういったことで,ですねあの常にそのダイカスト工程のまあ最適なモニタリングシステムをまああの提供していくことができるというところがですね、一つ特徴と。 ええー、たと,ところに、えー、なってきます。はいで。実際ですね、あの導入する場合の、えー、ステップというところで,ですね、あのー、ちょっとご紹介してるんですけれども、あの最初にですね、まあそのカメラの、えー、まず数っていうのをですね、あの決定をします。で、そこはですね、まあその金型の形状だったり、あのー、まあサイズですね。 によってそこ変わってきますので、まあ、実際その金型のサイズ、あの設備のサイズですね、まあ、そういったところを見させていただいて、えー、カメラの、まあ、数と、あと位置ですね、まあ、どういったところにあのカメラつけられそうかなとかですね、まあ、そういったところを、あとブラケット、専用のブラケットがありますけれども、まあ、それをどこにつけられそうかなという、えー、そういったところですね、あの見させていただいて、じゃあこの辺りがいいですねとかですね、まあ、そういったところを決めていくということになります。であとは、えー、そのコントローラーのタイプですね。 えー、先ほどのようなスタンドの形状がいいのか、あとは何か据え置きのものがいいのかとかですね、まあ、そういったところも使い勝手に応じてあの決められる,こと、えー、るようにあのなってますので、まあ、そういったところを決定していくということになります。であとはその、えー、機械寸法ですね、まあ、そういったところに応じて、えー、ケーブルの長さだったり、まあ、そういったところを決めていってですね、であとは えー、その理系材スプレーの、えーまあ、スプレー前とスプレー後で基本的にその画像というのは撮っていきますけれども、まあ、そこの、えー、タイミングとなる、ねまあ、トリガーの信号というのはその機械からしてもらう必要がありますので、まあ、そこをですね、あのーまあ、そこはちょっとプログラムしていただくという形に、あのー、なります。で実際に後はですね、えー、じゃあこ えまあカメラをですね、あのー、つけていくと。まあ、ブラケットをつけて、でそれにあのカメラをつけていくという形になります。であとはコントローラーもえーつけてですね、あと配線を増して、えー、じゃあ実際機械、えー、連続で、まあ、生産しながらですね、えー、その画像っていうのを撮っていって、まあ、データとして、あとは蓄積をえしていくとで。あとは製品とのですね、 えーまあ、製品の状態といいますか、まあ、その製品品質と型温、えー、の状態ですね、まあ、そこの、えーまあ、リンクあのさせていくと、まあ、この型温の状態がこういう時に、えー、製品がまあこういう状態になっているというところですね、まあ、そこを製品を生産しながら、あのーまあ、見ていくといった形に、あのー、なってまいります。 ここまで,です、ねえーまあ、弊社の TTV での、えー、金型表面温度の、えー、モニタリングについて、ね、お話をしてまいりました。でここからは、ね、TTV を、えーまあ、利用してです、ねあのーまあ、サイクルタイムを短縮したケースと,です、ね、あとコスト削減をしたという、えーまあ、ユーザー様の,あの実例ということであの少しご紹介いたします。 で最初にですね、あのー、捨て打ち回数の削減という形でちょっと、ね、紹介していますけれども、まあ、このユーザーさんですと、えーまあ、その生産に入る前ですね、あのまあ、10回、あのー、捨て打ちというのをしていたという形ですね。でこの10回っていうのが、えーまあ、特に、あのー、数字的な根拠ですね、まあ、基づいていなくて、まあ、これまでの。 経験、えー、則だったり、まあ、そういったところからあの決定されてた、えー、というところだったんですけれども、まあ、ここの10回の、えー、捨て打ちのです、ね、に伴う、えーまあ、その各種コストですねあの、各種コストっていうのが、えー、かかってくる、まあ、わけなんですけれども、まあ、そこの各種コストっていうのは、ですねあのちょっと表にこう載せてまいりますけれども、まあ、捨て打ちのその回数っていうのは10回で、 あとは、えー、サイクルタイムっていうのはまだ100秒で、でその捨て打ちをですね、あのーまあ、1日でいた10回ぐらいやってたという形になります。あとは、えー、ダイカストの,その製品の重量であったり、えー、その機械コストですね、機械の運用コストであったりですね、まあ、あと材料のコストであったりとか。 ですねまあ、そういったいろいろなコストっていうのが、ステージにもですね、まあ、もちろんあのかかってくるという、えー、形になりますけれども、まあ、こういったあの現状っていうのは、えー、ありましたという形ですね。で、ここからですね、TTV っていうのをまあ使って、片方のモニタリングというのを実施し,てしながら、ですね、まあ、製品を生産っていうのをやっていくという形になっていくんですけれども、あのまあ、モニタリングしていく中でですね、 型温の,、まあ片音のまあ、温度を、まあ、見ていきますけれども、まあ、実際にはですね、型温、金型の、まあ、ある、えー、ポイント、あるエリアがですね、260度になったら、まあ、もう捨て打ちっていうのはすでに完了できる状態になっている、す、ま、で、あ、にあの製品品質としては、えー、問題な状態になっているということがですね、まあ、導かれたというところがありました。でこれによってですね あのーまあ、ステルちゃん、平均の回数というのは3.5回にです、ね、あの削減できるということが分かったという、えー、ことですね。でこれをです、ね、あのまあ4回にししてしまえば えー、いいんじゃないかという話ですね、まあ、ちょっとなってきてしまうんですけれども、まあ、これがですねその金型の状態であったりとか、その機械の状態ですね、あと理系材の状態、まあ、用途の状態だったりとか、まあ、いろいろな状態によって、まあ、あと周辺の温度というのは変わってきますので,で、状態によって変わってきますので、まあ、常にですねその260度とい,いうのは、達する回数というのは変化していくわけなんですね。 なので、えーまあ、そのリアルタイムにですね常にその片音の状態っていうのをモニタリングしていくことの意味っていうの,はあ,の、まあそこにあるといった形になります。で年間でですね、えーまあ、このように、ですね、えー、例えば実稼働240日と、えー、した場合ですけれども、えー、出生地の回数っていうのは3.5回になりましたので、まあ、6.5回っていうのが。 あのまあ、不要だったという形ですね。6.5回というのは不要だったので、えー、1日で、えー、10回ですとまあ65ショットですね。でその中で実稼働240日なので、まあ、1万5600ショットというのは年間でまあ不要でしたとい、えー、ったことですね。1万5600ショットにかかる、えー、各、えー、コストですね、まあ、生産時間に対する、えー、コストであったり、 えーまあ、その採用化に対するコストであったり、えーまあ、いろんなコストですね、まあ、そこを計算していくと、結局、えーまあ、下に書いてますけれども、だいたい3000万円ぐらいの、えー、コストの削減、えー、効果っていうのが得られると、ダイカストマシン1台あたりですね、3000万円ぐらいの、えー、削減コストの効果が得られるといった例が一、ねまあ、つあのございました。 続いてはですね、えー、サイクルタイムの短縮という形の例になるんですけれども、でえーまあ、このユーザーさんではですね、その1サイクルに、まあ、その55秒、えーまあ、かかっていましたという形ですね。でこれで計算しますと、大体毎時、えー、65個の生産という形になっていくんですけれども、まあ、仮にですね、えー、24時間稼働していて、えー 年間240日稼働としますと、37万4400パーツという生産個数になってくるということなんですけれども、これをですね TTP を使用しながら、その片方のモニタリングということをですね実施していくことによって、理系材のスプレーの工程ですね、そこの工程で実際には2秒短縮できたというところですね。 あのもう2秒が不要だったと、えー。モニタリングをリアルタイムにやっていきますので、もうすでにその目標としていた温度にも達していることは分かったというところですね。あと、エアブローでも1秒短縮することができたということはありましたので、すでにですね理想となっている温度状態になっていて、結局この3秒というのは無駄だったということは分かりましたので、でサイクルタイムとしては実際には52秒に短縮をされたと。 いう形になりますので、まあ、これによって、えー、毎時、ねまあ、69個の、えー、生産数という形になってきますので、まあ、これであの計算していくと、ですねだい、えー、2万3万三千パーツと、えー、まあそういった形の、えー、生産がですね、まあえー、多くすることができるようになったところがございました。でコスト的に言いますと えー、その2万3千パーツ、えー、作るのにですね、14.7日間かかりますと形で、えー、計算していきますと、大体1250万円程度ですね、まあ、そういった、えー、削減の効果というのが得られるとい、えー、ったところにあのなります。 実際に、ね、はこれはですね、あのー、お使いになりながら、あのどこで短縮できるかと、実際もうすでに、あのーまあ、突き詰めていてですね、だから短縮するのっていうのはあの難しいかもしれないですけれども、まあ、そのどちらかというと、指定打ちの回数とかですね、そちらのほうは、リ、あ、ア、のー、ルタイムにモニタリングするあの効果っていうのは得られやすいかなと思いますので、いろいろなところで,です、ね、あのコストの削減効果っていうのを見つけていって、 であのコス削減にですねつなげていただければいいかなと思います。はいえー、ここまでですね、えー、セミナーとして、えー、ご紹介していましたけれども、えー、最後にですねあのまとめと、えー、なります。 最初にご紹介したところと、えー、ご説明させていただいたところですね、あの重複するんですけれども、まあ、その型温の管理によって、えー、製品の不良の削減がですね、えー、可能になるというところが一つ、えー、ございます。あとは、その金型の表面温度、ね、をモニタリングすることによって、えー、安定した、まあ、工程管理というのを実現していくことができるという、えー、と,ところが一つ、あのー、ございます。あとは先ほど、 実例でご紹介しましたけれども、まあ、その捨て打ちの回数ですね、この回数の削減であったり、そのサイクルタイムの短縮ですね、まあ、そういったところの効果によって、機械稼働率というのを向上させていくことができるといったメリットですね、まあ、そういったところがその表面温度のモニタリングと、まあ、そこのを運用していく上でのメリットといったところになってまいります。 最後にですね、えー、本セミナーはですねあの基本的にその、まあ、現状、大カスタマシンをお使いの,あのユーザー様向けという形の内容でですねあの実施させていただいたんですけれども、あのマシンメーカー様の方でですねあの導入いただく場合の,あのステップというものもまあございますので、最初にですね TTV、まあのモニ、えー、タリング方法へです。 とかまあ、その原理に関してですね、あのご説明とのをさせていただいて、まあ、実際にですね、じゃそのダイカストマシンの方に、えーまあ、統合していくといった形になっていきますけれども、まあ、そこでの、まあ、あの例えば機械的な設計だったりとかですね、運、ま、用、あ、方法についてだったりとか、機械との、まあ、通信方式についてだとかですね、まあ、そういった方向性っていうのを、えー、固めていくあのステップといった形になります。であとは実際にですね、あのー まあマシンメーカー様への、えー、製品のトレーニングだったりとか、えー、あとは実際にユーザー様の方にあに納入させていただいて、あとは、えーまあ、弊社のですねあの、まあ、グローバルなそのレッドワークっていうのを通じて、あの各国のですねあのユーザー様の方のサポートっていうのを提供していく、あの実施していくといった流れにあのなっていくということですね。 はい、最後にですね、申、え、し、ー、弊社のショールームの方ですね、ちょっと写真でご紹介していますけれども、えー、これを終わりまして、えー、あとですね、Q&A の方にちょっと移らさせていただきたいと思います。で東京本社の1階の方でですね、写真でご覧いただいているような弊社製品のですね、ショールームと。 えーいうものをですね、えー、ご用意していますので、えー、各種、まあ、計測、検査、えー、モニタリングソリューションですね、えー、そういったものを展示、あのー、しておりますので、えー、実際にこういったものをまあ借りたいとかですね、あのそういったテストワークとか、まあ、そういったものをご用意いただけるようでしたら、えー、そういうトライアルですとか、まあ、そういったのも受け止まって,まって、えー、まおりますので、えー、まあぜひですね、あの皆様からのお問い合わせというのをお待ちしており,おります。 はい、えー、長時間ありがとうございました。それではですね、えー、質疑応答の方にですね、えー、移りたいと思います。ちょっと残り時間ですね、あのわずかとなっているんですけれどもです、ねえー、ちょっと可能な限りですねあのいただいているご質問の方にですお、ねえー、答ええー、できればと、えー、思っております。はい少々お待ちください。 最初に、えー、ご質問いただいてます。えー、まず古い設備にも、えー、と後付けで、えー、モニタリング可能でしょうかと、えー、ご質問いただいてます。ありがとうございます設備に関しては、あのーまあ、特に、えー、新しい古いというところですね、あのー、問わずに、あのー、モニタリング、あのー、することが、あのー、できますので、あのー、設備からはその、 カメラの画像を撮るときの、まあ、トリガーですね、まあ、そこをちょっと、えー、もらう必要が、あの、まあ、そう必ずもらう必要がありますけれども、まあ、それさえいただければあの、まあ、古い設備であってもですね、あの片方のモニタリングっていうのは可能と、えー、なっているという回答にあのなります。逆に古い設備の方はですねあの、まあ、そういったサイクルタイムであったりとか、あの まあ、ステ打ちの回数とかですね、まあ、そういったところをあの改善できる、えーまあ、伸びしろが大きいというんですかね、まあ、そういったところになってきますので、逆にその新しい設備よりも古い設備にモニタリングシステムをつけて、あの機械稼働率だったり、えー、製品品質っていうのを向上させていく効果が、えー、大きいパターンっていうのはありますので、古、ま、い、あ、設備でもですねあの、ぜひご検討あのいただければなと、えーうん、思います。 はい、続いて、ですね、えー、何かトライアル、えー、テストを、えー、ですね、希望する場合、弊社で何か準備するものはありますかと、えー、ご質問いただいてます。ありがとうございます。でですね、まずそのテストであったり、あのー、トライアルっていうのをです、ね、あの実施をしております。はい、実際にですね、えー、実施する場合にはあのー、機械であったり、その金型ですね、あのー、を、まあ 事前に見させていただいて、あとはそのカメラの取り付け位置ですね、あのまあ、ブラケットこの辺に取り付けられそうだなとか、えー、カメラの取り付け位置っていうのを、えー、事前にあのちょっと拝見させていただいて、あとは、えー、弊社の方でですね、あのカメラだったり、そのコントローラーですね、まあ、そういったところもすでに、えー、準備がありますので、あのまあ、実際生産しながらですね、 えー、あとその機械からあそのトリガーというのはちょっと、えー、もらう必要がありますけれども、それだけご準備いただければ、えーまあ、モニタリングしながらですねあの生産というのは、えー、可能になっていますので、まあ、ぜひですねあのご検討いただければと、えー、思います、はい。あとはですね、ダ、え、イ、ー、カスト以外の、えー、金型でもモニタリング。 温度のモニタリングが可能でしょうかと、えー、ご質問いただきます。ありがとうございます。えー、ダイカスト以外でもですね、あのー、まあモニタリングは可能です。ええ方回答になりますけれども、あのー、金型の表面がですね、あのー、例えば鏡面の金型であったりとかですね、あの非常に反射が強い金型っていうのがあるんですね。あのー、冷間プレスとかですね。 あのレーカープレスの金型ですと、多、ま、め、あ、が基本的にあの光沢が強いですので、まあ、そういったものですと、あの反射した先のです、ね、実は温度が映ってしまうと、その IR カメラの特性としてですけれども、反射した先の温度が映るというのがありますので、あのーまあ、そう大ティカスト金型であったりですね、あのーまあ、光沢度の、まあ、逆に低いものですね、あのそういったものの方が、あが、温度のモニタリングというのは適していますので。 例えば、その、えー、熱管プレスのですね、まあのーまあ、金型の温度だったりとか、まあそのまあとは金型に問わず、ですねあの製品の温度の,あのモニタリングともできますので、あのーまあ、ダイカスト以外もです、ね、あのモニタリングというのは可能に、あのー、なっております。あ、はい、とはですね、えー、時間が、えー、なくなってきましたので、ちょっと。 あと最後になるかもしれないですけれども、1、えー、枚のサーモン画像を撮影するのにかかる時間は、えー、何秒ぐらいなのでしょうかと、えー、ご質問、えー、いただいてます。ありがとうございます。で実際にですね、あのまあ、そのトリガーっていうのが、えー、入ってからですね、あのまあ、シャッターっていうのは開けて、でシャッターをあのクローズ。 あのすることになりますけれども、まあ、そこはの設定であのシャッタースピードっていうの、ねまあ、変えられるようにあの、まあ、なってはいますけれども、大体そのトリガーが入ってから、えー、シャッター開いて、えー、シャッタークローズまで大体、まあ、2秒ぐらいですかね、えー、それぐらいの、えー、スパンであの撮影っていうのをやっていきますので、まあ、その他はその、えー、エアカーテンですね、が、えー、あって、まあ、そのレンズに汚れがつかないようにっていうのは。 形でまあ撮影っていうのをやっていくという形になります、えー。ごめんなさい。ご質問ですねちょっといただいてるんですけどもちょっと時間になりましたので、えー、いただいてるご質問に関しては後ほどですねあのー、ご回答の方、えー、個別にですねご回答の方させていただきますので、えー、ご了承いただければと、えー、思います。 それでは最後まで長丁場でしたけれども、ご聴講いただきまして、誠にありがとうございました。当セミナーへのご質問、お問い合わせにつきましては、画面にございますアドレスの方で承っておりますので、お気軽にですね、お問い合わせいただければと思います。また、この後ですね、アンケートが表示されますので、 ぜひですね、お手数なんですけれども、そのアンケート等のほうにですねあの、ご協力いただければと思います。またトライアルですとか、あのテスト、また製品の,あのデモですねあの、プレゼンテーションであったりとか、そういった、えー、リクエストもですね、あのそちらのほうにですねあの、記入いただければと、えー、思いますので、えー、よろしくお願い申し上げます。改めまして、本日はご聴講いただきまして、ありがとうございました。それでは本日のセミナーを終了させていただきます。